位置を誓って。時は天下にかけろ戦国ドリームチャンス。いざ進軍開始。まあいいさ、玉のうさばらしだ。政宗様、戯れはご自重なされよ。見物となるか、それともその瀬戸際か。この陣には馬屋があります。よし、絶対か。俺の計画にはなかったこともだぜ。潔一人に頬寄せて。政宗様、奴の動きを見ておかれよ。向こう傷は男の勲章だぜ。危機一髪か。いいだろう、巻き返すまでだ。かまえ、どこまでも食らいついてみせな。いい暇つぶしにはなりそうだね。政宗様、どんな相手にも油断はなりませぬ。早く立って、お市様。だって俺らは魔王軍。いや、いつもう走りたくない。たまには本気を出すのも悪くはねえ。やるな、ナマズが暴れた時だけだ。
みんな帰る場所を失ったらいいわね。もうちょっと走りたかったが仕方ねえか。シッ、It can't be。ねえ、返しましょう。もう歩かない。誰かが笑ってる。聞こえるでしょ。まあまあの走りじゃないか。マサーデ様、本陣にて朗報をお待ちあれ。あなた、重くないの？新しいお友達よ。みんな仲良くね。どうして？あんたが強けりゃ当然の結果だ。人並みの男になってやら、外応募を何本用意させよってんだ。こういう時、慌てた方が負けなんだよね。見えるか、この背にそびえる無数の刃が。どうした、キノコは早めに払うのがお前だろう。よい、今すぐ消し止めてご覧に入れる。この程度で殺したとは思ってねえな。待って、貴様、行かないで。存分に切れ。背中の傷も今は悔やみはしねえ。ついていくと決めたんだ、小十郎様に。さようなら。行くぜ、アクセル全開。今のそいつは石橋をも叩き割るぜ。まがい者の覚悟なら磨き上げて本物にしろ。はここに。小次郎、突っ走ってみせろよ。はっ。崩れ落ちるあっちの底に。天を焦がして燃え落ちよ。こんにちは、イチに会いに来てくれたの？あいつ、俺らより暴走してやがる。そんなに急いでどうしたの？優位こそ慢心という毒の親だ。暴れ馬の扱いには慣れたもんだな。動かない体はいらないわね。かわいそう。こんにちは、イチに会いに来てくれたの？みんな、あの鬼はイチを嫌いっていうの。悪いが、
暴れ馬の鳴らし方は心得てるぞ。潔い瞳に頬寄せて、油断じけるな。ここで折れたら先はない。てめえの相手はそいつらじゃねえ。違うか。俺を壊そうとは。さあ灰に帰りたい奴から向かってきな。ずいぶんとのんびり走ってきたな、小次郎。これでも最速を保ってまいりました。ほら、雷が鳴るの鳴るの鳴るの。残念ながらその雷は俺じゃ。果たす約束があり、引きはしねえ。レッツダンス。問題ねえ、この程度の傷。その判断、まことに正しい判断と。あんたの前に俺がいる。今はそれでいい。一応腐って、いや、みんないなくなる。逆境がどうした。竜は滝を登るものだ。マサレ様、同じ過ちはしないと誓ったはず。恋の行方を尋ねやくれる。俺の歩んだ道か。まあまあの長さだな。先は一人で行くと、そういうのか。小十郎、俺は誇れるか。さあ各軍一斉に進軍開始。太平の世に巡るのはよもやの大番狂せと。はてさて、ご注目の軍は健在か。どこかで咲いていた。姿勢は頼人は今ぞより来る長浜の。ほうほう。よみがえるわ。あの、迎えに来てくれたのね。一怖かった。あ、頭が痛い。割れそう。懐かしき甲に釣られて降りてたまわる。
野行の力が我々を呼び戻す。その扉は門じゃを欲す。罪も深き。もうすぐよ。きっと会えるから。どこにいる？我らは迷いを。いつとお話ししたいの？綺麗な彼岸花、石一面に咲き誇って、綺麗ね。敵意がまるで嵐のよ。みんな喜んで兄様が褒めてるわ。そのお久しゅう。違うの。あやとりをしたかっただけなのに。
ぎ瞳に頬寄せて。迎え来たれよ東君、何かだの仕方来たのか。マシ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 モンジャ、おおおお、床の下にはとどまらず、床の上にもとどまらず、桜木の花を打ち割り、その種を今こそ摘む。集めてシャバへ戻そうや。足毛の馬に手綱ゆりかけ、おおおお、おんどりは九本の浄土を訪ねてたんで、一応起訴みんなみんないなくなる。ヨガママネカバコミ、ついに花火師も渡るには、わし一人とは思いども、行くで夜道の杖は大きい。迎え来たれよ東君、波方の仕方に来たのか。全てを拭い流せ。願わくば誰かわしを呼びて賜れ。勢力に動きあり。待って回れて英雄乱舞、どこもかしこも小競り合い。なんてことだ、まさかここで甲斐の獣が駆られる。各軍地盤固めに奔走、出だし良ければ全てよし。勝つも無敵の俺がいる限り川中島は絶対無敵。でもお前、一昨日近所の子に負けてたよな。軍神は不在、いるのは無敵ばかり。明日の行方を尋ねやこられ。乱戦こそが戦の花よ。
染まる柔らし橋。みんな喜んで、兄様が褒めてるわ。必要だよね。そんなに強く手を引かないで。痛い。一を去って、みんなみんないなくなる。何やってんだい畜生バラー。お前、さっき犬に噛みつかれてたよな。はい、それはともかく俺は無敵。ああ、主人公なのにやられた。この東堂は私、再びお前を使う時が来たようです。はっ、全てはあなた様が振るうままに。今日は私が一緒に行こう。いやこりゃ光栄だね、女神様。行くぞ、一歩も遅れずついてこい。忍びについてこいって無茶言うね。あいつを迎えに来たわ。ほら、あちゃ、ボコボコにやられちゃってるよ。わかった、死んだふりすればいいんだ。うん。見ているだけとは、なんてもどかしいんだ。すっげえ腕っぷし。でも、頭の方はどうかな。お前の勝ち名乗りに耳を澄ませましょう。必ずや。いい人の顔を思い出してみなよ。どうだい、帰りたくなったか。散りゆく人にまた愛し。あれ、砂を光り詰まったかな。花の散るがごとく広がり迎え撃て。お任せくだされ。綺麗な彼岸花、石一面に咲き誇って。所詮俺らは舞い散る木の葉の一枚一枚。軍神の采配ある限り上杉は上昇だ。親分にお金貸したままなのに。暴れん坊は牛車に乗せて送り返してやるよ。なあ前田殿、上杉に骨をうずめる気はないか。ありゃ雷様だね、桑原桑原。謙信様のもとに集いしこと、それ自体が誇りなれば。ドラが倒れて一難去り。見ていてください謙信様、かすらな働きを。剣よ、雪の中咲き誇りなさい。そんなに必死になってもダメ、連れて行くね。そうだ、上杉軍は天下一の軍だ。俺としましては倒しすぎだと思います。俺を置いていけ、もう走れねえ。刑事は刑事、お前はお前ですよ。あ、熱々参ります。
悪いが、私はどこかの誰かよりずっと厳しいぞ。明日の行くを尋ねやこられ私は鞘の中には戻れません。もう戻らぬと、そういうのですか。全力疾走、とにかく走れ。剣心、寒さでみんながブルってるよ。潔い瞳に頬寄せて。見たか、我らが崇め奉る醍醐天魔王。わしは誰、一応もう歩けない。さあ舞い踊れ、駅とどの世界で。お前の御霊は熱く、ただ荒いの。剣心様はまさに君臣、文を守る神よ。いざ始めん、世にも美しき勝負を。怖くてたまらねえのに心が踊る。雪景色は刑事、傷つくことは許しません。平気平気、どっからだって起き上がるさ。乱れたらダメって書いていたわ。なんという高みに登り詰めているのだ。一応競って、みんなみんないなくなる。猶予なし、おのおの駆けよう。くめ、泣くな、目を開け。恋の行方を尋ねやくれる。俺一人生き残ったって仕方ないよな。さまよい廃部、そこの宿。なりません、友を失いたくはない。これぐらい兵でもないね。松姉ちゃんの説教に比べたら。さ、震わせ胸痛き。惚れた奴を生きて守れたよ。俺にできるかな。あれは見張る風、草千里、お前と見た空の青。いざ、トードに春を呼ばん。軍神が来た。ついに現れたか、我らでは勝ち目なし。これまでです。冷たき棺に眠れ。かけろみたいね、ゆら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 。できうる限りの備えはしましたが、ならばこの戦加減はいたしません。汐留の太刀よ、私の末を開け。涙だよ、汐の空から降り注げ。
お前が私の剣を砕いたもの、全てを拭い流せ。あなた様と戦えぬように生きるなと。勢力に動きあり。切った張ったの群雄割拠、大きな流れも見えてきた。徳川、石田、伊達、武田、四大勢力撤退。日の門、徐々に趨勢も見えてきたか。いな、何が起こるかわからないのが下克上。新たな合戦が勃発。先陣覇王復活。暗躍せと。邪魔をしない王一様、ずっと心配しておりました。それがしも、松も、刑事も。守ってみせる。松はまだか。米は、飯はまだか。さようなら。前田の本分とは一、そしてお米も、ほれこの通り。よっしゃ、松だ、飯だ、両方だ。貴様、お久しゅう。お市様、そのお方を探してはなりません。まあ、楽しそうな顔、かわいそうね。これ以上傷を増やせば、松が困るな。殿が選んだ道を我らも進みましょうぞ。崩れ落ちるあっちの底に。困ったぞ、もう飯がない。待てよ、あ
この場所とは。最も警戒するべきは栄養満点の飯にあり。我らが殿は拙者が守るのだ。一体なんだかみんな嬉しそう。飲みすぎると明日の戦に響くからね。ああ、もっと飲まなきゃ酔えないよ。おっさんたちは酒よ。物忘れの多いそれがしだが、この光景は別だ。もっと来れ、まだまだ落ちろ大御殿。取られたか。ゼグン、応援せよ。主君誰だ。あ、私。じゃあ2番のおっさんと3番が接吻。野郎同士。呪いをまとわれ、その自信が恐ろしいのだ。主君誰だ。俺だ。それじゃあ2番のご飯は白羽取り。その快進撃もここまでにござりまする。我らは軍であり家族。よくやった。あとはみんなに任せろ。面目なし。俺たちもうすっかり舌が肥えちゃって。松目は一歩も引きませぬ。半歩引くのは犬長様に対してのみ。主君誰だ。また俺か。なら二番のおっさん春日ちゃんに嘘。我が主よ、どこぞへと避難してくだされ。親分はにらめっこにかけては達人だった。五番目、そう、位置は前田の本分とは。あいっちに、あいっちに。よし、犬千代様も万端にござりますれば。いざ残り、そう、違うのね。乱れたらダメってが言っていたわ。まず具合が悪いのか。全てを拭い流せ。鎧を着ていないからといって遠慮はするな。二人の命を見届けそうでございました。それがしにおいてどこに行くんだ。逃げるなら今のうちか。このたすき頭に巻いちゃおうっと。明日戦だろ。ウコンの絞り汁でも飲んどくか。今度はダメ。位置は美味しくないもの。なんて言うんだっけこういうの。焦土。まだなの。いつ終わりが来るの。いやー、今宵も酒はうまいね。乾杯。乾杯。今日何度目。どなた、いちとお話ししたいの。裸でも風とは無縁。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。つい戦の手を止め見とれてしまいまする。天も竹縄、黒縄、腰縄。まただよ親父たち。立ち望みの輪が空を投げ。ご覧くだされ、この敵方の慌てよう。わかる。あ
いつはそれがしの大切なものを奪う。おい、お前帰り馬だろ。飲んじゃダメだよ。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。これはそれがしの一丁羅だ。どうしたその顔は。ありのまたさ、その名を忘れられようものか。松殿は我らの大事な母なのだ。あなたの血が一の探している鳥と。祈って足りるならいくらでも祈るぞ。いくつ超えてもいくつ超えてもいくつ超えても。今日もいい酒だよ。おっぺ、遅くなるとまた母ちゃんに叱られちまう。お前の頑張り、決して無駄にはしない。落ち着け。戦前の誓いを思い出すんだ。ああ、親分にお金貸したままなのに。分かったから鎧を着ろよ。お前、今腹の虫が鳴ったな。え、鳴ったのはそれがしの腹か。後悔はない。温かい人生だった。我らは一兵、なれど大軍の一員なり。に動きあり。乗るか反るかの一進一退、目まぐるしいにも程がある。ザビー峡谷解散、日の本一安心。勢力図が塗って塗られて定まらない。お、新たな合戦が勃発。豊臣軍出陣。呼んでいる。蛇に巻かれた兄様が…おいし殿、よく落ち延びていてくれた。家康、肥後などという愚行に溺れるな。あの気配に気づかない貴様でもないだろう。見通しが悪いな。当然といえば当然だが、三成、いつものような無茶は控えてくれよ。私に指図するな。貴様はご詰めでもしていろ。見せて、あなたの約束はどんな色。秀吉様からお預かりしたこの名馬、罪人の魂を歴圧するにはうってつけだ。位置を踏みしだいて兄様に会いたいの。そんな顔をしないで何もしないわ。
リボンね。敵意がまるで嵐のよ。滅せる理由は一つ、秀吉様がおられないことだ。それがしにできることなど何もないではないか。頼んだぞ。いつも通りに展開すればいい。キョイ、みんな足並みを乱さなければ問題はない。何たる言いよう。しかし心は折れませぬ。そうよね、これは一体はね。一人一つ奴らの印を持ってこい。いいか、あんた魔王、大御殿魔王だね。様が編まれた策、やはり見事なものだ。全ては秀吉様の御ためだ。綿の抜けた顔で働くな。そう怒鳴んなよ、お前の方が疲れてしまうぞ。手荒な真似はしたくないが、やるしかないな。みんな帰る場所を失ったらいいわね。リスナーに気をつけろ。一筋縄ではいかないぞ。構わない、残滅して終焉だ。包囲されました。八面六臂で奮起せよ。諸国強兵、我らこそが国の礎なのだ。ガーモン、あやとり落ちたかっただけなのに。ミスナリ、待っていろ、すぐに助けを送る。邪魔だ、貴様は己の神図でも守っていろ。覚えておけ、この代償は高くつく。
つれえことだらけだったんだろうな。寂しいな。父がそばにいてあげる。さて、みんなの不安を取り除かなくてはな。好きにしろ。別にいいのよ。あなたの好きにしてね。認めない。力負けなど認可しない。石田軍と呼ぶな。豊臣軍と呼べ。見て、青い蝶が飛んでいく。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。祈願はしておいた。あとは勝つだけだ。必ずや。畜生、守れなかった。おい、追い詰めろ。しっかりと頼むぞ。信じている。はい。そこで見ていろ家康。私一人でこと足りる。待て、三成、侮るな。さようなら。そうか、そうなんだな。貴様、私の首を欲しているな。私の身を取れると思うな。ここで倒れるお前ではない。信じている。家康、邪魔をするなと言ったはずだ。遮ることもまた傷だ。何と言われようとお前を死なせはしない。お日様の温かさはきっとひとときの夢ね。家康、貴様には後で言いたいことが山ほどある。殺しに舞い戻ってやる。いつど、いつどでも。すぐに泣くな。目を開け。怒らないで。わしの体よ、もう少しだけ持ちこたえてくれ。戦す仕込みの体術だ。破れはしないさ。動かない体はいらないわね。かわいそう。立ち望みの輪が空を投ぐ。お前の意志は固いな。まだ拳がしびれているよ。嘆きは終わらない。無様な姿、絵に描いてでも忘れはしない。敵勢力に動きあり。死亡策謀何でもござれ。生き延びるために手を尽くせ。最下消滅、辰取、各軍なりふり構わず。これが敵中確定。ふん、ふう、分かってる。未来へと続く命は終わってなんかいない。ね
最終決戦。こいつはいい。ようこそ。ここが鬼の隠れ家、秘密の砦だ。腰を抜かして見せやがれ、兄貴。みんな、あの鬼を倒してきてね。はは。新兵器暁丸よ。ま、現在制作中だな。兄貴、こいつを出すのはまだ早いっす。あなた怪我してるの？よしよし。マシンは1、2、3、あー、生まれた。新兵器がこうなるや。やるぞ。完成版はまだか。悪いが、ここは俺のお気に入りでね。上祖壁軍の趣味が満載だぜ。闇の中、どんぶらこっことしゃれ込むか。あんたも卑怯な手を使うのか。なるほど、総攻撃のホラガイを吹け。時代が求めたお力、違いありますか。何をされてもこいつはくじけねえ。立ち足から浮き足、引くしかねえか。5番目、そう、位置は5番目なのね。気合って名の船はまだ沈んでねえぜ。皆の者ひるむな！つけ込まれようぞ！やるぞ！
出しやがる。もっと、もっとだ。なんて言うんだっけ、こういうの。勝利。やめろ。その息で敵討ちだ。兄貴。あの世でもう一度。だって位置を呼ぶ声が聞こえたもの。あなた位置とお話ししたいの。申し訳がなんだ。仲間は絶対見捨てねえ。さっきのは小手調べだ。
本当の暁丸を節穴に焼き付けやがれ。みんなあの花を摘んでほしいの。なるほど、血を言ってみろ。近頃私たちを真似する軍が増えていますのよ。やるほど、顔を言ってみろ。兄貴、俺らの西やっこの角より迷い入れたるは男に。憎しみはダメよ、似合わないわ。いつも父はここに。やるぞ。とはなんだ、飛び切りの男だぜ、兄貴。やるでも、血はなんだ。ちょっとそこのあなた、兄貴に勝とうだなんて100年早くてよ。さかまく風に立ちよ。一点を焦がして燃え落ちよ。どうした、海の木図より手応えないぜ。鬼を撃ちたか、お供の三匹でも連れてきな。意地の張り合いだ、それなら負けられん。そんなに急いでどうしたの。兄貴は人を化かす、俺はそれを思い知った。負けはしない。僕と約束。あんたにとっての宝はどっちだ。死ぬ。下心を吐き出しな。全て踏みにじってやるぜ。今さら謝っても遅いよな。関ヶ原の戦い、天命。光色さん、闇色さん、炎色さん、雷色さん、そこで位置を待っているのは誰？
立花、鬼島津、腐敗無双の先陣となれ。決戦だ。私は貴様を許しはしない。さよう三成、あれを許すはためらわれるな。俺が終わったら一緒に船で帰らんね。はい、手前の船で共に。人間が対抗できる域を超えてるって。石田殿に傷をつけることは手前とこの雷霧が許しません。一度立花、秀吉様のために雷霧を振るえ。かわいそうにね。本当にすごいのね。そうだ、貴様らは私を決して裏切らない。3、2、1、かかれ。デードの騎士に横たわりたいか。ここは嫌だって。怖いもの。あ、雷霧が迎えに来たわ。ほら、先には行かせん。この命に変えてでも。そんなに調子がいいと逆に不安にな。なんかね、大返しじゃ済まないんだぞ。皆の者、明日は我らの手の中ぞ。潔く民に頬を寄せて。役の攻め、いや、完膚しきりです。そばでそばで泡のし橋。もう遅い。行く川の流れは絶えはしません。鬼の名におじけんでねえぞ。所詮滝の音じゃ。口づけよ、口づけよ。届かなし、届かなし。お帰りに来てくれたのね。一塗りつぶせ。この地を軍旗で染めようぞ。乱れたらダメってとか言っていたわ。おまはんの未来はおいの屍の先じゃ。一を腐って、みんなみんないなくなる。行くぞ。指示を聞き逃すなよ。明日の行方を尋ねやこられ。人はだ、何かに仕えているのだ。主にか、信念にか、あるいは天命にか。あんた、力士でもすすって強くなったか。手前は武士でしかあれませんでした。良い組み合わせよ。さながら水と油か。もちろん小生が水なんだろうな。行部の悪趣味め、胸くそ悪い。さまよい
入れそこの宿ひざまずけ死ねアンズルな我のやること呪いしかないよう前から忠告しようと思っていたがお前さんの趣味は最悪だな背の破わせ胸痛きお前さんもお前さんだそうだろう腹を食らう赤の猫花のよう開け目のここ目の足でもしは勝つたった今我がそれでお任せあれから早く立ってお市様だって俺らは魔王軍お手玉をしようえ一頑張るから御死したつもりか出なければ失せろ見ませい敵軍が海のごとく裂けまする忠義ならば日の元の誰にも劣らぬそうさ俺たちだって石垣の一つだ行くぞあなたの違う、うちの探しているトリスねえ、返しましょうもう歩けないどうする我を食らって生き延びるか今の状態、ちょっとまずいかも見やれ空を大間が時がやってきた不愉快だ綺麗事に座った貴様が尺に触る無謀となれ私の前で裏を見せるなほほー空よよどみ腐りてソアとなれ恋の行方をはじめやこられしたら見逃してくれるかな全てを拭い流せ行くぞ我は死ぬのか残して行くのかなぜだ私が一体何をしたんだか
絶望の火を。止めて、その劇場で魔士を焦がさないで。ひざまずけ。貴様は業務を打った。この私をも殺した。ひざまずけ。あの日の雷鎚を気取るのか、貴様ごときが。火色の露が降り注ぐ。この償いを愚かと笑う。秀吉様、どうか私にヤクザを惨殺する許可を。無駄なことだ。切り裂かれても立ち上がってみせる。なぜ勝てると思った、天下の豊臣軍に。秀吉様、まだ許可を得ていないのに。俺の競争相手としちゃそうでなくっちゃな。